love you ちょていむいひりべり愛してる大好きだよを愛にティアムサランウヘよ月が綺麗ですね。I love you ちょていむいひりべり愛してる大好きだよを愛にティアムサランウヘよ月が綺麗ですね。18で生まれた街を出てやがて都会で恋をして愛してるって聞かれて愛してるって答えた恋は嘘をついたような気がした。I love you ちょていむいひりべり愛してる大好きだよを愛にティアムサランヘよ月が綺麗ですね。それは老いが育った街では使わんかった言葉やけんまるで自分の心の声じゃなく思えたとさ。愛してるが苦しかった。あなたはスイートとされバーリーでスイートとされ Yeah hey, hey. あの日本当は伝えたかった言葉I love you ちょていむいひりべり愛してる大好きだよを愛にティアムサランヘよ月が綺麗ですね。たかが言葉というかもやけどされど言葉と思うよね。まして愛の言葉ならましてくる罪悪感。愛してるが寂しかった。あなたはスイートとされバーリーでスイートとされ Yeah hey, hey. あの日本当は伝えたかった言葉走る。
松尾たかわみツイキャスおみキャス。はい、こんばんは。毎週木曜日のお楽しみおみキャスの時間がやってまいりました。まあ、先週お休みだったので2週間ぶりなんですけど、音ゼロ OK、 あ、よかったです。今日 CPU がねめちゃくちゃ調子良くてびっくりしてます。こんな調子良くていいのかと。これ音ゼレが一番してない状態のマイクなんですけどね。ツイキャスはいつも音ずれするんで、いつも真ん中ぐらいからちょっとずれた状態から始めるんですが、めちゃくちゃ調子いいんですよ。やっぱ2週間やんなかったからですかね。何なんだろう、もしくはツイキャスが反省してくれるかどっちか分かんないんですけども、今日は1時間ほどね軽快にいろんなお土産話がありますので、皆さん楽しんでいきたいと思います。はい、静香さん歌詞ありがとうございます。まあ、長崎帰りということもありまして、スイートットサネからねお届けいたしました。ほいほいはい、あ、皆さんこんばんは。とってもとってもとっても、あ、広末涼子のあのデビュー曲みたいなね、はい、楽しみに待ってました。去年の広島ロスから先週末の福岡ロス、真っ只中毎日 YouTube 見て過ごしてます。特に PS 聞きまくってます。ありがとうございます。 PS はね、僕は大学4年生の頃に作った、ね、地元の友達に向けて作った手紙のような歌なんですが、これが最近のね子供たちには通じないわけですよ。なぜなら手紙を書かないから。 PS の意味がわからない。プレイステーションですか。違います、手紙です。はいですね、はい、ありがとうございますね。広島ロス、福岡ロス、先週福岡でライブやってきましてね、はい、久しぶりに皆さんとお会いできて、僕も本当楽しかったんでね、まあ、僕もロスですよ。やっぱね、こういう日々が一刻も早くね普通に戻ってきてほしいなと思ってます。 BGM でかいっすか、僕だけっすか BGM でかいなと思ってるの。下げてみましょう。はい、訪れね、多分ね、でもね、あ、でも安定してる、びっくり。CPU 4% しか使ってないですよ。これ 5% 超えてくるとずれ始めるんですけど、まあ、そのうちずれると思うんでね、ご遠慮なく教えてください。はい、川さんこんばんは。待ってました、ありがとうございますね。2週間お待たせいたしました。はい、しーちゃんこんばんは。ゴロゴロしてたら夕飯食べ損ねてお腹空きました。ゴロ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 してぐるん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 回ってたんですかね。はい、お腹空きそうなもんなんですがね、僕ね、この数日昼にこうちょうどご昼ご飯ぐらい、本来の昼ご飯ぐらいの時期にミーティングがね入ることが多くて、まあ、昨日なんか東京行ってたんですけど、で11時半からだったんですよ。で11時半からだったら、まあ、11時ぐらいにね、まあ、食べて、どうせ1時半とか2時半になるからね、多分耐えれないと思ったんで食べようと思ったら電車ちょっと遅れちゃって、着いたのがもう11時15分とかで、あ、これご飯食べてたら打ち合わせ間に合わないと思ってね、そのまま行きまして、そして案の定2時半とかに終わってね、そうするともうなんかお腹空きすぎてね、もう食べなくていい状態になってまして、あ、これラッキーだなと思って、なんとなくで、そのままもう家帰って、ね、無理に食べたくないもん食べても仕方ないんでね、一応こういろいろ日本橋だったんですけどね、いろいろ散策してね、面白い店がたくさんあるんで、あ、サンドイッチもいいなとか、あ、なんかこの天丼もいいなとか、ね、ちょっとねいろいろ考えたんですけど、もう別に食べなくていいんだって帰ろうと思って帰ったら 500g 痩せてましたね。久しぶりに僕59キロになる自分とね会えてツイッターに思わずアップしました。7ヶ月ぶりです。長かった。やっぱ冬ってお腹空いてね痩せきれなかったんですよ。それがずる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 続いて、もう7月です。やっとね本来の僕ね、会いたかった自分にやっと会うことができましたので、こっからキープしていきたいなと思っております。はい、はい、まきまきさんこんばんは。はいはい、あ、今着ている服好きです。これですか、これね、これはこれ何年前かな、僕ね、もうなんかちょっと恥ずかしいのありますけどね、服捨てきれないんです。一長羅みたいなのがね捨てきれなくて、ほら僕らって一応職業でね人前に出るんで、ちょっといい映える服をね買うわけですけど、そういうのって逆にこう見たら覚えちゃうじゃないですか。ですけど覚えられてると分かってんだけど捨てれないね、気に入ってるから。なぜならこれは北海道の苫小牧でね、これ5年ぐらい前買ったのかな。はい、さすがにねリアルで見るとね、このオレンジがもうちょっとこう白茶けて感じね、洗いすぎてクリーニング出しすぎてね白茶けてくるのが見えるんですけど、
ちょうどね、こう配信とかだと薄ピンクからオレンジの間ぐらいでいい感じなのかなと思います。今日もねスタバこの格好でね行ったんですけども、さっきツイッター書きましたけどね、店員さんからねいつもありがとうございますって言われました。あ、男の人です、男性の人、多分大学生かな。いつもありがとうございますってこう先手を打たれました、ね、あ、いつもってことは気づいてるんだなって、まずこうジャブです、ジャブ打たれてね。で、紙コップかマグカップかにどっちにしますかって聞かれるんですよ。今日はチャイティーラテ飲んだんですけど、で、あのいつものように紙コップにしますかって言われて、ちょっと待って、そんなにいつも僕のこと接客してましたっけみたいな、あはーみたいな、じゃあ紙コップでみたいな。で、僕けどチャイティーラテは時々なんです。ちょっとカロリー高そうなんで、基本はコーヒーかあのカフェミストのアーモンドミルクがね、なんですけど、まあコーヒー率高いわけですよ。コーヒーって一気に甘くないんで、こうちびちびいくじゃないですか。そうするとショートでももう2時間ぐらい持つんです。僕は全然飲まないんで、まあコスパがいいということで、おかわりもしないんですよ。でもほらコーヒーとカフェミストって2杯目半額になるんですね、スタバは。レシート持ってくと。でもチャイティーラテはならないんですよ、今日買ったやつで。店員さんがその詳細のやついりますかと、いつもコーヒーですけどコーヒーのねそれはあの半額券になるんですけどこれならないんですけどって言われて、あ、もう自分が買ってるもんまでバレてるんだと思って、ちょっと恥ずかしくなりました。スタバで一番安い商品、ね、コーヒー今353円だったかな、前303円だったんですよね、はい、ちょっと値上がりしたんですけどね。え、普通だったらね、やっぱ職業上顔を覚えられてなんぼなんですけど、さすがにこう娘の習い事2時間ぐらい待つスタバで、僕はパソコンで大体作業してるんですけどね、なんだろうな、あんまり見られたくないなって、あんまりこう顔バレしたくないプライベート空間なんですよね。だけどいつもね、僕がスタバ行った時に左の奥のもう決まった場所にね、いつもメガネのおじさんが座ってるんです。だいたい10回中9回8回絶対いる。あ、暇だなと思って、このおじさんも毎日いるなみたいな、いつもいるのかよと思ってたんですけど、よく考えたらおじさんも僕のことしてんだろうなと思って、こいつまた来たよみたいな、週3ぐらい来てるよ、で店員さんもきっと思われてるのかななんて思った日でございます。はい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 、そう、キョンさんが今着てる服好きからここまで引きずっちゃいました。そうだからね、こんな地味な服着てね、マスクまでしてね、もう見バレしないように言ってんのにバレちゃう、困った。来週からどうしようかな、もうサングラス、亀仙人みたいなサングラスしていきましょうかね。あ、PS 聞きたくなるの分かりますよ。あ、みっぽりんさん仕事中こっそり視聴、もしかしてみっぽりんさんも福岡ロスでしょうか。はいはい、 PS リピートしていきます。はい、ありがとうございます。福岡のあの夜は夢だったのだと思うようにします、生活ができなくなるのでちょっとなんか意味深な書き方ですね。まあ端折って説明しますと、まあ、僕のねホームパーティー的なライブがあって、30名ほど、もうね、店員30名以下と決まっていて、そこに、ジョー直樹、ギタリストのジョー直樹、それ友近やっくん、村島圭介、ね、きっと皆さんは、しょっちゅうこのツイキャスや、Facebook の方でね、ライブ配信の方で聞く名前だと思いますが、もうお友達がね、ちょうどみんな福岡に集まってたんで、大集合して、僕的にも、その、ミュージシャン仲間っていうのは、ある種、素なわけですよ。飲み会みたいな感じあり、でもほら、ライブの場所なんで、僕の仕事場なんで、もう公私混同も鼻立たしいですね。はい。なんか心の置き場がよくわかんなくなって、もう酔っ払ってくるともう、ほぼプライベートになってました。あんま良くないなと思いましたね。あんまり素で、あ、でもいつもさらけ出してますんで、まああんまりね、公私ないんですけど、境目ね。もうちょっとこうほら凛と、ね、仕事場のようにちゃんと凛とした飲んでる、そっか、僕飲んでる、毎週飲んでる姿を晒せるからあんま関係ないですかね。はい、で、はい、夢だったなと思えるしょ、またねそういう機会があるといいなと僕も本当思います。同じく、それ以上痩せないでください。はい、あと2キロだけ、あと2キロだけ痩せさせてもらっていいですか。僕57キロ台行ってみたいです。前人未到の松尾史上
多分小6中1ぐらいの時です。僕最高でね 58.5 ぐらいまで、ね、去年行ったんですね。でも僕身長が177点後半なんです。だからほぼ178なんですけど、そことその下2桁、下2桁、あ、だから身長引く体重をね120にしてみたいという、そう、どんな世界が待ってるんだろうみたいな知的好奇心。あと2キロだったらすぐじゃないですか。ちょっと見てみたいなって思うんです。挑戦したいんです。はい、はい、食べずに痩せるのはすぐ戻りますと思うじゃないですか。そっからですよ。そっから僕の坊主のような、食べないにさらに食べないを重ねていくと、上乗りしていくというね、松尾流ダイエット法があるんです。で、このダイエット法のダメなところはね、いきなりダメなとこ言いますけど、ダメなとこはちょっとこう夕方ぐらいとかにお腹が空き始めると免疫力が下がってて、ちょっとこう目鼻あたりがこうムズムズしてくる。まあ僕は大体ほぼほぼ年中こう鼻炎みたいなもんなんですけど、ね、ちょっと免疫力下がってるのはわかるので、まあ健康的にね、汚く痩せたらねダメなので、健康的に行きたいなと思っております。はい、あ、キャミさんこんばんは。はい、服の色ピンクかなと思ってました。これね、基本オレンジなんです。まあでもね、だからそのクリーニングの質でちょっともうピンクに赤成分が抜けてね、ピンクっぽくなってきてますね。はい、私はカラオケ店で覚えられていることを先日知りました。なるほどね。やっぱそういうこうプライベート空間あんま知られたくないですよね。カラオケとかめっちゃ聞かれてるわけじゃないですか。もうしかもカラオケなんて身分証も出してますんでね。あ、静香さんが来たって思う。こういつも壁から聞かれてるかもしれない。こんな時代だからこそって、ね、立ってるのね。ねえ、うん、イケメンオーラがすごすぎて店員さんの記憶にも残ってるんですね。はい、先ほども言いましたが男性の方です。はい、男性の方ですけども、今の時代ね、でもね、何でもありですからね。 LGBT ですから、確かに僕もそれをちゃんと受け止めなきゃいけないですね。はい、ありがとうってね。はい、はい、そうだなね。そうだな、ちょっと一瞬いろいろ考えました。はい、いつかそのスタバで歌う日が来るかもですよ。来るかも、来るんですかね。僕のね、住んでる千葉の千葉中央駅にスターバックスっていうのがあってね、千葉中央駅っていうのがあってね、スターバックスを説明する嫌な都会人みたいな、スターバックスっていうすごいおしゃれなカフェがあってね、はい、そこでね、昔はライブやってたのですよ。最近あんま聞かなくなりましたね、スタバね。もう完全にチェーン店になりましたからね。昔からチェーン店か。何言ってんだ。ちょっと免疫力が下がってるようですね。あ、乾杯せずに飲んでた。もう普通に。はい、今日の乾杯はこちら。東洋美人、ダダン。これ山口県萩市のお酒でございます。山口といえばまあね、いろんなお酒。まあ、獺祭、あの、人にね、五郷、大峰、雁木。もう本当にいいお酒はたくさんあるんですけども、最近は天美なんかね好きですけど、この東洋美人やっぱ忘れちゃいけない一本ですね。これがね、純道一途限定純米吟醸酒未来っていうねお酒なんですよね。住川当時のね、もう熱いメッセージが入ってまして、これがまた本当濃厚芳醇っていうんですかね、美味しいっす。ほわーってくる感じ。投げ日本酒いただきました、ありがとうございます。で、じゃあ乾杯しましょう。乾杯。うまい、うまいっす。はい、スタバのコーヒー美味しいですよね。行った時はコーヒーかコーヒーフラペチーノ頼みます。あ、フラペチーノいいですね。僕もたまにはちょっとそういうの頼もうかな。たまにほんとごくまれに頼むんですけど、いつもコーヒーかカフェミストで、でなんならカフェミストってミルクを7種類変更できるんです。オーツミルクとかね、アーモンドミルクとかいろいろあるんですけど、それ無料なんですよ。無料で買えれるんですけど、この前言った時新人の女の子がね、50円プラスになりますがよろしいですかって言われて、えってなるんですか。まあ、50円別に払ってもいいんですけど、一応ほらもう僕お父さんなんでね、お父さんは人の間違いをこうディスるんじゃなくて、人の間違いをね正してあげなきゃいけない。その子の今後ね、次の接客とかでめちゃくちゃ怒鳴るおじさんとかいたら大変じゃないですか。ふざけんなおらみたいなね。あと店長に怒られるとか、かわいそうじゃないですか。僕が優しく、いや、これはね、つって、その、無料なんですよ。
一応ね上の子聞いて、上の人聞いてごらんって言って、そのね、あの上のアルバイトの先輩に聞いて、あ、すいませんでしたみたいなね、あいにすんですってね、そうなんです。そう、それしか飲まないんです。そう、それしか飲まないので、たまにはね、ちょっと500円以上出しましょうね。はい。はい、こんばんは、おみちゃん、ひろてくん、こんばんは。お、ところでアルバムは順調なんかな。あ、いい振りを。ナイスセンタリング、ありがとうございます。はい、もうね、順調です。今日も石井ゆうすけと、いろいろね、やりとりして、6曲入りの、まあ、ミニアルバムと言っていいんでしょうかね。を、CD を、9月3日の稲佐山ライブの日に発売開始ということで、進めておりまして、もうアレンジ終了。で、ボーカルレコーディングも終了。そして本日、ボーカルのね、直してなんですよ。エディットって言うんですよね。いろんなね、細かく、直すんですよ。はい。で、素材を作って、で、これから、ミックス、マスタリングっていう作業なんですね。ミックスってのはもうね、いわゆるお化粧です。そのミックスの前までね、今日まではすっぴんでした。もうずっと自分のすっぴんの声聞くとね、ちょっと恥ずかしくて。ね。リバーブくれ、俺にリバーブくれみたいな。ちょっと恥ずかしくて、もう絶対人には聞かせらんないなと思いながら。ね。不思議なもんですよね。人類は昔みんなリバーブなんてつけてなかった。リバーブってエコー、カラオケのエコーですよ。あれがないとね、もう、今だからすっぴんの声ですけど、もうこのリバーブがないと僕は歌えない。ね。はっはっはってね。これが本当にね、本当にすごく恥ずかしくなるんです。だけど、そのリバーブなしでお互いチェックしないと細かいミスに気づかない。はぁ、はぁってこう、つなぎ目の時にね、多少音がずれてたとしても、なんとなくよく聞こえちゃうんで、見逃しちゃうんですよ。まあそういうね、本当にあの、魂削るような時間がありましてね、レコーディング。大変なんです。はい。で、そう終わりまして。で、これから石井ゆうすけミックス、マスタリングまで今回やるので、本当に、皆さん本当にですよ、信じられないレベルなんですけど、二人で、0を100まで持ってきます。これ今回初めて。はい。なんならね、あの、世の中こういうことできるんだなってことをね、二人で、最初もう、あの、一人じゃ撮れない、できないんです。まあ、できなくないですけど、確かにレコーディングは一人じゃ無理があるんです。そこはね、そこの過程をでも二人でやるのもほぼ無理があるんですけど、やりました。ね。ぜひ楽しみにしてください。ここまでやれるようになったかと。ここでし音楽工房よと。ね。というところで、ね。お楽しみにしてください。はい、ちーちゃんこんばんは。はい。おい、ひろとくん、先週の土曜日はありがとうございました。僕も楽しかったです。最後のおめちゃんと別れるの寂しかった。7月16日、福岡のライブお疲れ様でした。ありがとう。スタバ欲しい。はい。スタバですね。僕はまあね、もうスタバのカード持ってますから、はい、アプリも入れてますから、はい、だからなんだって話ですけど、おすすめはカフェミストのショートのオーツミルク、あ、違うアーモンドミルクですね。はい、乾杯。最近はミチョの豆乳割りにハマってます。豆乳しか飲んでないです。あ、なんだかすごくヘルシーな感じですね。僕は日本酒しか飲んでないですけど、これでカロリー取ってますんで。はい、乾杯。東洋美人飲んでみたいです。あ、意外にも飲んだことなかったわけですね。美味しいですよ。おすすめです。はい、とってもとっても楽しみですね。ということでこのから行きましょう。本日のお見知りおき、 I love you to tame ichi liberi、 愛してる大好き。はい、本日のミシドキです。ちなみに音はずれてないんでしょうか ?CPU まで 4% キープしてますよ。あれですね。反省したんですかね、ツイキャスさん。ね。僕のパソコンでしょうか、どっちかが反省してますね。やりやすいですね。ずれないってやりやすいですね。大丈夫です。ありがとうございます。はい、今日はゆっくりと、7月13日から7月18日まで行ってきました。今年2度目の長崎、そして稲佐山ライブ、前、多分最後になりますね、多分ね、長崎やって帰ってまいりました。はい、あ、いつも一升瓶しか買えなくて買えないんです。もしかしたら記憶のない世界で飲んでるかもですが。意外なんですよね、僕もこんだけ飲んでると、本当に飲んだことないと思ってる酒意外と飲んでたりして、僕の場合インスタグラムに飲んだやつ基本的に全部アップしてるので、ね、あ、
3年前飲んでたとかね、最近よくあります。もし東洋美人は本当メジャーなんで飲んでる可能性ありますよ、うんうん、でこれさ羽田空港、これ7月13日の羽田空港なんですけどもね、知ってます皆さん、空港おじさんって知ってます、ね、あの出張とかでどっか県外とかに飛行機で行くときに羽田空港とか自分の最寄りの空港を行って、このこうやってこんな感じのね空港の写真をアップする、サラリーマン、サラリーマンに限られないかな、まあ大人のことをね、男性のことをね空港おじさんって呼ぶらしくて、僕その言葉を知ってからもうこういう写真をねアップするのやめようと思いました。はい、すごく気をつけてるんです。でもやっぱほら撮りたくなるじゃないですか、羽田空港を通じてこの景色見たらやっぱね異世界なんで、でその窓のその飛行機とか見るとやっぱ思わず撮りたくなっちゃうんですか、写真をね、ここで撮らなきゃいつ撮るみたいな気持ちになるじゃないですか。で撮ったらやっぱアップしたくなるじゃないですか、今から行ってきますみたいな。やっぱ SNS っていうのは非日常を伝える場所だと思うんです。で日常を伝え、まあ、伝える人はいますけど、なんですかね、珍しい、自分にとって珍しい出来事や珍しくいい食べ物とか、ね、高い、ね、美味しいもの食べたとか、ね、まあ、いわゆるそういうのアップするとこうリア充と思われがちですが、なんですか、そういうのしか逆にアップしないわけですよね。でね、まずいご飯食べたとかめっちゃ汚い場所行ったとかってアップしないじゃないですか基本的にね。はい、なんか空港行ってアップしたくなるんですけど、空港おじさん知らないですか、これね3年ぐらい前かな、 SNS、 あ、ニュース、ヤフーニュースなんかで見て、怖っと思って、怖いこと言う人いるなと思って、まあ、僕は基本的に車移動なんでほぼ空港使わないわけなんですけど、まあ、時々長崎とか沖縄とか行く時ね、やっぱついついアップしちゃうんですごく気をつけてます。だけどせっかく撮ったんで今日はこのツイキャスで使わせていただきました。はい、で7月13日ねプイーンと飛行機乗って行ってまいりまして、今回はまず最初に行くきっかけとなったのは長崎県立鳴滝高校という高校から心に響く人生の達人セミナーという長崎県のね教育課がねやっている事業の、講師として来てほしいということでね依頼を受けましてね行った次第です。だいたい長崎県に在住の方とか、まあ、近隣の県から呼ばれるみたいんですけど、僕今までね、3回呼ばれまして、まあ、1回はコロナで流れちゃったんですが、で時々呼ばれるんです。そうすると、まあ、旅費が出るわけですよ、まあ、当然ながら自腹で来いと言われないわけですね、まあ、もちろんあの出演料も出ますけど講師でもね。でこっちとしては故郷なのでこれラッキーなわけですよね、やっぱ実家に帰れるわけなんで、いわゆる本当だったら自分でお金出して飛行機買ってね行くわけじゃないですか、それは無料で帰れるという醍醐味と、ましてこの稲佐山ライブのためにもともとこの時期帰ろうとしたところで抜群のタイミングで呼んでもらったので、行ってきまして、で飛行機、ね、無料で無料というか、まあ、ギャラの一部ですからね行ってきたんです。はい、沖縄にいるポンポンおじさんなら知ってます。ポンポンおじさんはどんな人なんですか、はい、ちなみに教えてください、はい、あ、今空とかはツイートしてる人多いけどね、あ、あの見たことあります、はい、今日も見たな Facebook で、はい、いいと思いますよ。何ですかね、生きてるって証だと思う、今日の空をアップする、またそのおせんちさと空港おじさんとのはちょっと違うんですね。空港おじさんは、まあ、ちょっとやっぱプチ自慢は入ってます。もちろん今から飛行機乗るんだぜ、飛行機高いんだぜみたいなプチ自慢と、今からこう要は平日昼間とか多いわけじゃないですか、平日昼間に空を飛ぶというこの優越感ですよね、自由度ね、開放感とか、まあ、そういう部分が含まれてると思うんですけども、まあ、そういった僕は、長崎県のお金で空を飛びまして、そしてねただ機材を持ってかなきゃいけなかったんです。それを持ってこれるっていうのが僕の強みでもあったんです。で主な機材、スピーカーとか大きいスピーカーとかミキサーとか僕長崎の実家に置いてあるんですよ。
千葉にも置いてあるんですけど、その昔使ってたやつを何年か前にもう長崎に据え置きしたんです。九州地方でも機材を持っていかなきゃいけない仕事が増えたからですね。だから実家のとこ置いてるんですけど、ただもうコロナ禍で、まあ、全く使わなくなってしまいまして、ずっと実家眠ってて、久々今回ね実家取り行ったらもういろいろほこりかぶってて、これ本当に音鳴るのかなっていろいろ心配あったんですが、まあ、無事になりました。はい、ちょっと怖かったですね。でそのためにはレンタカーが必要なんですよ。まあ普通の車でもいいんですけど、何ですか、要は車が必要でね、まあ、父が車持ってますけど、父は父で使うんで勝手にね使うことできないので、でレンタカーで空港着いたら長崎のレンタカー、これタイムズレンタカーかな、楽天トラベル、楽天レンタカーで予約したんですね。で1日3000円ぐらいで借りれまして、5日間借りました。はい、で送迎の時の車内、こうハイエースかなんかのワゴン車的なやつに乗って長崎空港のこうガーって橋があるんですけど、橋の向こうに出てレンタカー屋さんあるんですけどね、そこを連れて行かれるんですが、あーコロナだなーと思って、コロナっぽいなーと思ってパシャッと撮った写真です。でこの黄色三昧なのが非常にタイムズレンタカーっぽいですね。はい、マウントじゃマウントじゃ、このマウントはどこにかかってるんですかね、あれですか、空港にいるんだ的なマウントってことですかね、精神的マウント、そうかもしれません。はい、ポンポンのついたヘルメットをかぶってずっと交差点ずっといるおじさん、ポン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 ってなんか、そもそもポン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 、え、宮古島にいるあの2人じゃないですよね。宮古島にいる2人は名前があった気がするな、いるんですよ宮古島にね、信号とかに男の子と女の子がね、有名な建物さん。はい、あ、ひろくん、飛行機は大好きです。その飛行機は穴でしたか、それとも JAL でしたか。僕は穴派なんです。基本もう ANA ですね。長崎は穴便が多い、穴便の方がちょっと安い、もともとあったんです。で穴にはソラシドエアっていうのがね、LCC ですかねが、くっついてるんで、やっぱね昔はよくそれで、まあ、基本車で行くんでね、あんま関係ないですけど、アナカードを僕持ってて、アナカードビザなんですけどが、最近までメインのカードだったんで、おのずとアナ派になりましたね。はい、で最近はもう飛行機内のこうウィンドウがめちゃめちゃね近代的になってて、いろんなものが見れるなって、ネットは相変わらず使えないんですけどね、 JAL 使えるんですかね。はい、アナも面白くなってきましたよ。はい、アナは鬼滅のねマスコットキャラクターみたいで、炭治郎とかが普通にパイロットの帽子をかぶってるのすごい違和感がありますね。はい、コロナ過去最多の人数出ちゃいましたね。ねえ、出ちゃいましたね。どこまで行くんでしょうかね。はい、僕は気にしないことにしてます。もう気にしません。気にせず行きましょう。まあね、気にしなきゃいけない日が来るかもしれないので、その時はその時です。そこまでは頑張りましょう。頑張りましょう。飛行機は22年乗ったことないので、飛行機は乗らないと思います。それは地域柄もありますかね。僕の住んでる場所は極端なんですよ。長崎と千葉って西の、まあね、日本列島でいうともう西の果てと東の果てじゃないですか、ほぼほぼ。あとまあ北海道住んでる方とか、なんだろうな、まあ、四国のしかも高知とかね、それだと飛んだ方が早かったりするんですよね。でも例えば京都とかってすごく中間地点で、僕は車移動が多いので、あ、京都もちょっと住みたいなと思ったことあるんですけど、そこだとね飛行機も新幹線とか車の方が早かったりしますからね、土地柄もあるのかもしれませんね。ネットはアナもJALもあります。あ、アナでJALを体験したの、いや、お母さんが22年乗ってないんだったらそういうとこも乗ってないはず。ね、はい、ということでこの写真、また写真ね今日いっぱいあるんでね、これだけで1時間いけそうな感じなんで、はい、ではそして僕が、与えられた車はこれでした。
赤とかじゃないんだってちょっとしょんぼりしました。赤かオレンジね、黄色、やっぱド派手な車の方が、あ、地味ね。ね、まあレンタカーは仕方ないですよね。で選べるのは、ね、色とか、だから色とかまで選べたいんですよね、レンタカーも。選べたのは 車種も選べないんですよ。大体のそのクラス、排気量ですね、排気量で、まあ普通車、僕は K はやめようと思って、いろいろ荷物も積みますし、で、このクラスを借りて、なんかホンダの車でまだ8000キロぐらいしか走ってないということでね、まあ、走り心地はとても良かったですね。はい、飛行機の本持ってる、なるほど、で詳しいんだ。皆さんね、僕はあのこの前車検あった時に台車乗った時もツイートしましたけど、あ、ファンクラブの方かな、最近はねパーキ、あのサイドブレーキが足元ないんですよ、足とか横ないんですよ。どこにあるかというと、この操作するところのここに P って書いてあって、普通にボタン式になってるんです、サイドブレーキがね。超恐ろしいですよ、こんなんで、この押しただけでサイドブレーキかかるの、え、そんな昔からできたのって、こう一生懸命もう、なんだろうな、バーが外れるぐらい、長崎とかね、坂がひどいんで、引いてた、あれ何だったのみたいな、サイドブレーキ。なので、あれ、教習所習ってないので、皆さん、その車に当たった時は、多分、どこを押すんですかみたいな、なっちゃうと思うんで、教えておきますね。はい。で、もれなくこの車もそうでした。はい。レンタカーで、5日間過ごした次第でございます。で、今回は、ホテル、ね、普段長崎帰ったら実家があるので、まあ、実家泊まるんですけど、まあ、一泊分ね、宿題が出るということで、まあ、であればせっかくね歌う前の日ですし、ね、あの実家帰ったらうちの母親のね、あの爆弾トーク炸裂しますので、寝る間もないぐらい炸裂しますんでね、1日目は安眠しようと思いましてですね、はい、カンデオホテル今お気に入りですよ。今お気に入りって2回しか泊まったことないんですけど、3月に神戸行った時に、ね、神戸のイベントで、この宿を取ってくれまして、まあ感動しまして、こんな素敵なホテルが世の中あったんだと、ね、いやあったんだと思いますよ。ですけど僕は年間100多ければ160泊ぐらい、ツアー中ね回るわけですね。そんだけね回ってて、そんだけ泊まるといいホテルに泊まろうっていう、ね、意欲がどんどん薄れていくんです。もう要は節約する部分です。ホテルはほぼ寝るだけだし、もちろん最低限度はこだわりたいけど、最低限度であれば安いに越したことないと、まあ、安くていいところっていうのがあって、で僕の中で相場的にはやっぱ5000円をボーダーラインしてるんですね。できれば5000円でパーキング付き、超詳しいですよ、全国のビジネスホテル事情、かっこ2年前までですね、はい。まあ、僕とか友近やっくんとかね、もう情報交換もしまくってますけど、選び方がありまして、で感動ホテルだともうこう1万円ぐらいのようなんで、まず泊まらないです、ツアー中に。そうやってこう与えられない限りは、なので、あ、そうかと、あと数千円、まあ、5000円ぐらい出せば、まあ、要は2部屋分ぐらいですけど、あ、ちょっと世界変わるなと思って、非常に感動しまして、ね、これなぜかツインなんですけど、あの別に人誰か連れ込んだわけなんですよ、あの一人なんですよ。ただそのツインの部屋同じ価格で、ね、用意されてまして、で、さらにベッド2つの奥にも見えますか、ソファーとなんかソファーベッドみたいな、ね、感じがあって、あ、もうこれ家族で住めんじゃんぐらいのレベル、めっちゃ広いしめっちゃ綺麗、もうあのユニットバスとかもすごい、ね、素敵でね、カンデオホテルは本当良いです。もちろんその家族旅行とかだったら旅館とか、まあ、最近入る星野リゾートとかね、いいホテルたくさん皆さんもご存知と思いますけど、まあ、一人でちょっとした出張とかの時の、なんだろうな、プチ贅沢、ご褒美贅沢にはもうすごくおすすめです。ワンランク上の世界が見えます、カンデオホテル。そう、カンデオホテル、ガソリンとか困るときありますよね、開けてくださいと言ってもどこってありますね。僕もあの台車にしてもレンタカーにしても最初にちゃんと調べました。意外、今回の車は、さっきの車は意外な、なんか内側の意外なとこあって、まあ、大体ね右下あるじゃないですかね、確認しとかないといけないです最初に、
だから最近はなんかサイドブレーキを確認すること大事だと気がつきました。はい、あ、久子さんこんばんは、お疲れ様です。今どこでしょうか。はい、今ね、確かにもう千葉に帰ってきてるんですけど、ここ千葉かよみたいになってますけど、ここ千葉でございます。はい、で先週てか3日前まで長崎帰ってまして、今日は長崎を振り返る時間です。はい、とっても素敵なホテルですね。いや本当素敵、本当素敵です。で朝食がね、あー上からお酒が降ってきて、しかも空中で止まるという、あ、キョンさんですね、ありがとうございます。酒ばっかりいただきました。で朝食カンデホテルね、2300円なんですよ。むちゃくちゃ高いじゃないですか。で僕そら朝食食べないですね、基本昼と夜、夜は半分は水分で米の水で、ね、栄養取ってるんですけど、でももうこの時ばかりはちゃんと朝食付き取りましたよ。はい、なぜなら経費だから。こんなせこいミュージシャン嫌だな。ねえ、ねえ。まあ、とはいえね、とはいえね。はい。いただけばいただこうと思ってね。それから、感動ホテルのまた朝食がね、素敵なんです。美味しい。そうだな、でも宮崎でね、与えられたね、与えられた、ジャルスティホテルもすごい良かったです。それに近いかもしれない。ランクとして。でそこも朝ごはんがむちゃくちゃバイキングが充実してて、感動ホテルもすごい充実してて、で、ちゃんと行く前に調べてて、ラストオーダー9時半、10時まで入れるって書いてあったんで、でチェックアウト11時。で、学校に入るのが11時だったんで、あ、これギリギリまで食べればこれ昼ご飯になると思って。もう朝の9時半ぐらいから昼ご飯食べましてね。それツイッターにアップしてますけども。はい、稲瀬山見ながら美味しいご飯を食べました。でもやっぱね、あんま食べ過ぎないようにと。欲張って食べ過ぎると歌も歌いづらくなるし、千葉に帰ってから体重計乗ってね、おーってなるんでね、はい、いい感じにまとめておきました。はい、スタンドでバンパー開けたことある。なんかジブリとかの映画にありそうなんです。ひたバーンって開くんですね、ルパンとかね。ある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 なんですね。確かにこの辺ですからね、はい、どこのホテルなのかな。2019年仕事の時、先輩と泊まった時は何もなかったのですが、一人で泊まった時同じ時間に夜中物音で起こされました。いや本当ね、ホテルはね当たり外れがあって、いいホテルと思いきやね、悪いホテル、ドアがやたら薄い時あるんですよ。外の声がすごい聞こえる、足音とか、なんならその近い部屋のドアの閉まる音とかがバーンとか聞こえてくるんですよ。それ朝っぱらから起こされるんですよね。僕そんな朝早く起きないので、そのツアー中でもね、本当ね、あれはねいかんですよね。だからこういう感電ホテルがもう全く聞こえない、もう防音もすごいしっかりしてる。いや僕それ割と最近ありましたね。であと、まあほら、インバウンドの時代ね、中国人の方よく来るんですか。中国人の方々って声でかいじゃないですか。もう朝っぱらから喧嘩してんのかなってちょっと心配になるぐらいね、大声で廊下で喋ってるわけですよ。まあそういうね、当たり外れありますよね。はい、日本酒はほどほどに飲んでくださいね。はい、いやなんか物音、そんな音じゃない、そんな音じゃない、どんな音だったんですか。やばい感じですか。いや、ちょっとアダルトの音ですか、もしかして。なんだろう。はい、写真撮きましょう。そして長崎で食べたもの、ツイッターにねあんまアップしなかったですね。僕は外で飲食したっていうのはもう書きづらい世の中なのでね、今ね、なので、まあ、そこそこ行ったんですけど、あんまりアップしたので、まあ、今日はここだけの話ということでね、食べたものをちょっとチラチラとご紹介したいんですが、ぜひ皆さん、やばいかな、やばいかな。はい、これね、一口餃子、これ長崎名物です。鳳雲亭とか食べたんですけど、あと雲龍亭も有名で、どっちも雲がつくんですね。これなんか関係のかちょっとわからないんですけど、一口餃子はね、本当ビールのお供とかに最高です。なんでビールのお供に最高と僕が言うかと言いますと、こういうお店にだいたい日本酒を置いてない、残念ながら。ちゃんとしたというか、だいたいこう瓶詰めの本醸造とかしか置いてないんですよ。ですけど、持ち帰れば日本酒とかでもすごくいいと思います。
一口餃子ぜひ長崎行ったら食べてください。これ一人前ですよ。もうこんくらいね、長崎人はペロンと食べ、なんですか、飲み会帰りで食べますので、はい、僕は無理です。僕は3つぐらいでいいんですけどね、はい、ペロンといきますので、ぜひ覚えておいてください。で今回は幸運っていきまして、そこのママが、ま、あの以前仲良くなってましたね、今回稲佐山のチケットをね買ってくれました。ポスターも貼ってくれてて、なのでだから皆さん長崎行って一口餃子食べるなら幸運亭に行ってください。鳥福っていうね、あの系列の店もあります。どっちも四庵橋という長崎の一番の繁華街のところありますので、何卒よろしくお願いします。美味しいですよ、皮厚そう。あ、そうですね、まあ、餃子の皮、あ、でも皮しっかりしてるかもしれません。それ肉まんほどじゃないです、まあ、やっぱ餃子です。だけど肉、確かに肉まん的な要素もあるのでいいのかもしれないですね。はい、あれはあれ、僕母の餃子は、母の餃子は母の餃子が一番おいしいですよね。ね、僕はギアマンテの餃子一番うまいと思ってます。あの宇都宮の餃子よりもね、はい、確かに SNS 上げづらいですね、であまり出なくてないけど、いや本当ですよね、ね、その辺もねしっかりと管理しながら、もちろんね、あの体調管理一番です。今度行ってみます、ぜひ行ってみてください。さらに美味しいものシリーズポンポン、これやばかったっす。これわかります、これ焼肉じゃないっすよ、これ馬刺し、生の馬刺しの手前がタン、奥がロース。僕ね、馬刺しのロタンを初めて食べました。多分普段食べてるのはロースまたは赤身だと思うんですね、はい、もうねトロットロ。馬刺しって特に関東とかで食べるとか漏れなくそうなんですけど、冷凍されたものをこう解凍された馬刺しばっかなんですね。でもそれが馬刺しだと思って食べてるんで何の文句もなかったんですけど、今回マジの生もので本当に美味しかった、超新鮮な馬刺し、これもまた日本酒に合いましたね、はい、これはね、これは多分お店選ぶと思うんですけど、また行きたいなと思いますが、こういうものがあると。もちろん多分熊本にもあると思うんです。熊本がねいわゆる本場なので、ですから長崎にも馬刺しやっぱ近いからあるんだなと思って、はい、美味しかったです。ああもうなんか見てたら今食べたい、今つまみにしたい感じ。僕こういうチビチビつまみすごく好きで、自分でほら分量選べるじゃないですか、まあ、特にシェアすればね、特にね何切れかだけ食べたい、はい、はい、私は餃子作りませんなるほど、はい、馬先かな、馬先、馬先、馬刺しかな、馬刺しです、はい、マミの作る餃子食べたい、あ、マミね、マミのね作ってあげてください、餃子。てか一緒に作ったらいいと思いますよ、ね、楽しいですよ、ね、はい、あ、桃太郎の長崎豚は食べたけど一口餃子食べなかった。わ、さすが詳しいです。あの一口餃子はね、さっきのこんな感じですけど、これがさらにもっと膨らんで豚まんになると、あ、長崎はね肉まんって言わないです、豚まんって言います、いわゆる肉まんです。がその豚まんが、一口豚まんがあるんですよ今度。これ桃太郎っていうお店でね、これまたねちっちゃい頃ね、あの父親が酔っ払って買って帰ってきましたね。子供の頃はむちゃくちゃ食べてましたんでね、5個も10個もね、今は1個です、1個でいいんですけど、いいですね、たまに食べたくなりますね。私馬出しなのでとぼ食いになる気が なるので食べれません。あの僕羊年のお羊なんです、スーパー羊なんですけど、ジンギスカン大丈夫です、はい、むしろ何ですか、もう魂だと思って、自分のソウルフードだと思ってね食べるといいんじゃないでしょうか、はいね。そしてですよ、ちゃんとあのほら食べてばっかじゃないです、ちゃんとお仕事もしてまいりました。今回はね、その鳴滝高校のライブと福岡でのライブが2本あったね。昔だったらねツアー中40分ぐらいライブやってましたけど、まあ、2本ってのは寂しいですけど、でも複数あったのは嬉しかったです。その間に、NBC ラジオ村島圭介くんの星の光という番組に、読んでもらって出てきました。その時の写真です、
あとね、長崎新聞社の取材を受けました。芸能欄だそうですよ、はい、普段僕なんかこう地域欄みたいに載ること多いんです。地域の新聞の地域欄で歌う坂本龍馬来たるみたいな、そういうのが多いんですけど、今回はもう松尾高見、シンガーソングライター松尾高見が長崎稲佐までライブっていう記事をガツンと書いてくれます。多分そこそこ大きく載ると思います。やってくれます、長崎新聞社さんでね。もう、まあ、最近新聞っていうのもほら購読量減ってると思うんですが、とはいえ長崎地域のローカル新聞っていうのはもう基本地域のビジネスマン、まあ、なんならうちの父親とかも退職してますけど、そういう地域の人たちは購読率が半端ないんですよ。すごいんですよ。乗ればね、どこどこくんね、あのどこどこの誰々が乗っとったよってこう一気に広まるような感じになってますんで、7月下旬乗る予定なのでね、はい、ぜひ長崎新聞皆さん読んでいただければと思います。はい、餃子マン、あ、餃子マン、確かに餃子マンといえば餃子マンかも。具ほぼ一緒だもんね、肉マンもね、餃子もね、うん。息子もやわ、羊年の羊座、素晴らしい、144分の1の奇跡ですよね。12年に1回のお羊座、その中で12ヶ月に1回の羊年、逆かね、144分の1の奇跡を共にするわけですね。よろしくお伝えください。はい、今度ジンギスカン食いに行こうぜって言っててください。どこで馬出しの大牛座、あ馬も牛もダメ、豚が行きます。豚と羊、羊全然、羊食べていいんで、はい、食べちゃってください。はい、ケイスケさんはいつも爽やかですね、爽やかですね、はい、爽やかボーイでしたよね。ラジオ聞きました、耳が癒されました、ありがとうございます。平成3年、あ、平成3年か。僕とまあ同い年ですね、うん、ってことは誕生日も近いですね、はい、お、すごい、もうこのおしゃべりだけで10分切りましたね。もうちょっと写真あるんで、せっかくなんでもうちょっと見てくださいね。トン、これ、あー、ちょっと見づらかったかな、さすがに。これ何の写真か分かりますか、まさ、奥のちょっとね、白と白でかぶってるんですけど、この階段があるでしょ、こう階段、その登りきったとこにね、右半分しかない鳥居があるんですよ。見えますか、鳥居がね、石でできた鳥居があって、それが半分しかない。これ長崎で有名な片足鳥居って言うんです。はい、あ、マロンさんこんばんは、ありがとうございます。はい、千葉県ですね、違います、まだ長崎県の話します。これね、長崎市なんですけど、あ、お酒が落ちてきました、静香さんありがとうございます。はい、いただきます、はい、で、これ片足鳥居、これはあの原爆の、まあ、名残と言いますか、遺跡なわけですよね。半分吹っ飛んだんです。ここがね、まあ、爆心地から割と近いところにありまして、はい、でもちょっと裏まった道なので、あんまり狙っていかないといかないんですけど、僕レンタカーだったんで、さすがに長崎人だけいっぱい裏道知ってるんでね、そこ通った時に、あ、片足取りちょっと見ようと思ってね、見てパサッとしてきました。これちょっとね、どっかに紹介したかったんで、Facebook にもさらっとアップしたんですけど、説明を省いたので、ほら Facebook の文章も、まあ、僕もともと長い方とはちょっと反省はしてますけど、本当に書きたいこと書くともう倍ぐらい書いちゃうわけです。さすがに読む方も疲れちゃうじゃないですか、情報が逆に入らなくなっちゃうんで、もう極力短くしなきゃなと思ってまして、で片足取りはもう写真だけしたら、ね、あんまりこう反応がなかったんで、あ、ちゃんと説明しとかなきゃなと思いまして、はいはい、ネットで調べたらたどり着けますか、たどり着けます、片足取り長崎確実に行けますね。ただそうだな、長崎の浜口とか浦上っていう地域なんですけど、レンタカーとかないとちょっと厳しいかも。あれだから車ないとね、まあ、電車とかも近いですけど、ちょっとマニアックな場所ありますね、はい、あ、知ってる、そこ見に行ったわ、すごいっすね、キョミさんすごい、片足鳥居までもう押さえてるってすごいな。あの長崎でほら観光地でいろいろね有名なとこあるので、グラバー寺、平和記念像、
そう、平和記念坂が割と近いは近いんですけど、とはいえ歩くと20分ぐらいありますよ。はい、すごいとこ嬉しいです。片足取りさ。はい、こんな感じですね。こんな感じ。あ、じゃああと2枚あった。あとこれ、ドーン。これですよ。先ほどね、夢のような時間だったと言ってくれましたけど、ね、これ福岡で僕のお友達がミュージシャンが大集合した。本当仲いいミュージシャンのもう筆頭ですこの人たち。しょっちゅう連絡取り合ってる仲間。ね、僕真ん中の赤いのが僕なんですけど、わかりますかね。一番地味な服着てるのが僕なんですけど、僕の、左、右側にいるのが、どっちだ？こっち。右側にいるのが、ボーダーの服がね、友近やっくん。初動家シンガーソングライターやっくんですね。今、福岡に長期滞在してるらしくて、福岡が大好きすぎて、福岡住みたい芸人になってるんですけど、ちょうどいたんで来てくれて、で僕の逆が左側にいてギター弾いてるのがジョー直樹という、もう超絶スーパーギタリストです。で普通ギタリストっていうと、まあ、うちの石井雄介みたいなエレキで、まあ、アコギでもエレキとかでも素敵な旋律を、ね、奏でる、もしくはロックバンドとかで、まあ、ビズの松本さんみたいなね、まあ、布袋さんとかああいう感じのがギタリストのイメージあると思うんですが、ジョー直樹は言ったら押尾幸太郎とか宮部さん最近有名になりましたね。そういうパフォーマー系のギタリストでね、これが千葉大の同期で、すごくねすごいんです。で彼はギターをボコスカ叩くんで、よくギターが壊れるんです。であれ持ってるの僕のギターなんでね、もう壊れないからちょっとハラハラして、はい。でその隣のがさっきもね映ってました村島圭介くんですね。村島圭介くんだけ、ぶっちぎり年下なんですけども、はい、あとはねもうマブダチです、はい、同級生だと、ね、集まって本当プライベートなのか仕事場なのかわからない瞬間でございました。はい、あ、片足取りのあれです URL ね、ぜひ行ってみてください。はい、あ、本当に夢のような時間でした。栃木から逃げたいらしい、あ、やっくんねまあね、寂しいんでしょうね。はい、本当にすごかったです。ジョー直樹さんもね、でヤックにも歌ってもらいましたし、村島圭介くんもねさらっと歌ってくれて、本当に大学時代僕思い出しましたね。こうギター一本持ってみんなでこうギター回し合ってね、ちょっと歌うみたいな、ちょっと充実した時間でございました。またね、こんな日が来たらいいなと思ってます。で最後の写真、今日の最後の写真ですけども、これ帰りの長崎空港ですよ。もう僕ね、大学時代から長崎空港飛行機使ってますけど、今までで一番混んでました。ちょっとびっくりした、びっくりしたというか引いた。これわかるかな、長崎空港の保安検査場の行列なんですよ。こんな混んだこと見たことない。でな、スターバックスがね、さっきスタバの話したばっかりですけど、長崎空港にもスターバックスというカフェがあるんです、はい、おしゃれなカフェがあるんですけど、そのもっと向こう前に並んでて、まあそのちょっと空港のねイメージが湧く人じゃないと分かりづらいかもしれませんが、要は100人ぐらい並んでて、これなんなんみたいなね。前日からオミーシャがね、オミーシャが稲佐山でやってたんですよライブをね。その影響なのかとか、あ、全然ですか。だから、全然関係ないから、まあ、3連休のね、最後だからかなとか、ね、なんでね、僕の皆様ライブの日もね、翌日こうなっちゃうかもしれませんけど、皆さん、ぜひ気をつけて帰ってきてくださいね。大学生みたいなノリで楽しかったですよ。そう、サッセンも体験できましたもんね。元村さん来てくれて。はい。あ、いい時間になりました。じゃあ最後、一瞬だけ、お見送りということで。はい、お見送りの時間です。まあ、ちょっと10時になっちゃいましたけど、いきなりじゃあ10時になったから切るねバイバイっていうのもちょっと寂しいので、5分ぐらいこの絆が流れてる間だけね、エンディングトークということでお付き合いください。はい、すごい行列でしたね。
いたんですか空港さん。あ、空港さんだから空港にいたんですかね。空港の主、はい、すごい行列でした。びっくりしましたよ。でもちろんもう機内もね混んでてね、だから本当にコロナマックスですけど、なんですかね、皆さんやっぱりもう最後のチャンスみたいな思ったんですかね。いや本当コロナがね、今日が全国で18万人らしいですね。もうその辺の市町村よりもの人口よりも多いです、はいね、千葉は90何万人いるんでね、まだまだですから ね、 ね、まあ、とにもかくにも気をつけましょう、はい、気をつけましょう、うん、はい、しーちゃん、サッセンも楽しかったね。サッセンっていうのは電子チャンバラみたいな、チャンバラみたいな感じ の、 そのスポーツに置き換えてる、まあ、スポーツなんですけどね。でこう人とかするとカキーンってこう、このスターウォーズの世界観ですね。僕スターウォーズ見たことないんでちゃんと説明できないんですけど、スターウォーズのダース・ベイダーって言うんですかね、世界観ですね、を当たったら棒がパーンと赤くなって、でアプリのそのスコアボードがパーンとなって、そう、子供はもう最高楽しいですよね。その日はできなかったですけどね、その、創設者の方も来てくれました。はい、そう、広い場所でね思いっきりやってみたいですね。はい、空港さん笑い空港さんの全国の空港さん、空港に現れるね、空港さんですね。はい、そうですね、伝言といえば、伝言といえば来週の日曜日か、プレミアライブ配信行います。7月30日ぜひぜひ、お見逃しなく。そしてもうその後8月ですね、8月4週終わったらもうね、稲佐山ですよ。9月3日あっという間で、今僕は何してる状態かというとね、もうほんとグッズ制作の大詰めも大詰め。ほら皆さん想像してください、9月3日に、まあ、例えば T シャツ、タオル、今回は紅茶作ってます。紅茶は僕の発案というかね、栃木県宇都宮市の、ワイズティーさんという、もう本当に素敵な紅茶屋さんがコラボレーションをしてくれまして、松尾高見紅茶、長崎をイメージする紅茶をね、もうできました。この前試飲させてもらってめっちゃ美味しかったです、はい、フルーティーでもあり、そしてなんだろうな、いろいろ仕掛けがあります。長崎を感じる仕掛けがね、まあ、それを楽しみにしていただきますが、それを実際じゃあ作ろうとなると製造期間がやっぱり1ヶ月長いもので1ヶ月 2,3 週間かかるわけですよ。で大体そういうのって営業日で数えるわけですね、営業日14営業日とかね。そうするとですよ、8月って盆があったりね、あの夏季営業で特別な休みがあったりして、もうほぼ今締め切り間際で今全部を発注しなきゃいけない。だからほらデザインのチェックだったり、なんだろうな、 CD が制作中ですし、もう多方面とね連絡を取り合ってね追われてます、日々追われてます、まあ、ですけど絶対間に合わせますんでね、で皆さんに気に入ってもらえるようなグッズをね、はい、いろいろ作っていきたいと思ってますので、お楽しみにしててください。流せ来れない方にもちゃんとオンラインでね、オンラインショップ塩ので見れるようにしますので、よろしくお願いします。はい。いろいろ行きたいですね。10月にイベント2つあるんで心配ですわ。ねえ、心配ですね。僕9月に大事なのなんで心配です。あ、紅茶好きの人がいっぱい。紅茶好きです。紅茶楽しみ。紅茶糖です。あ、おみたんのだけ T シャツ買ってなかった。あ、ぜひぜひこの機会におみおん T シャツ、近々ね、色6色今回は展開します。公表しますし、まあ、元々前のデザインとかのやつも在庫あるやつは、ね、今もオンラインショップ売ってますので、ぜひ見ていただければと思います。あ、シャツどんな感じのですか？ちょうど今、終わる瞬間でしたが、よろしければ、僕のホームページ、松尾たかおみ、オンラインショップ見ていただくと、グッズのとこ見ていただくと、画像付きで見れますので、よろしくお願いいたします。ということで、あ、おみやのボールペン、ボールペンは今のところ作れてないです。はい。ということで、おやすみなさーい。あ、紅茶楽しみ、マナさん、ありがとうございます。